資料などにプレゼントしてくださいました。竹山で一番難しい技、なぜ3年かかったかと言いますと、なんと他の選手身長の2倍以上あるこの大きな竹山、ただ乗るだけでも難しいんですけど、ほっ起こすんです。自分でそうだ、2本目いきますよ。こちらも1人です。大きな針竹山未来に残していくためにお客様からたくさんの拍手応援を今いただいてるんですけども、あと一つ必要なものがあるんです。ありがとうございます。なんとなくお気づきだと思うんですけど、お客様からのご理解のあるご祝儀のお力によってこういった日本伝統芸能を守っていくことができます。今日はですね、この綾部山梅林梅の花も満開ということで、ちょっと張り切りまして少し大きめなカゴを持ってきました。ショーが終わりましたらこのカゴを前の方に置かせていただきます。その時に思ったままの評価をぜひ入れてあげてください。まあ、急にこんなこと言われても実際どれぐらい入れてあげればいいかちょっと分かんない、多分そうだと思いますが、もし蔵之介を見てよく頑張った、もう偉かったよってそう思っていただいた皆さんのその優しいお気持ちは分かりやすい形に変えていただきますと今後の励みとなります。これは決して強制ではないんですけど、今来たよとお客様をね見ていただいた分の評価を入れていただけますと本当に嬉しいです。それでは最後の一芸、一生懸命頑張ります。どうぞ蔵之介君の最後までの一番温かい応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お待たせいたしました。次で打ち止め結びの芸、いよいよ締め締めの段ご覧ください。ただ飛ぶだけではございません、着地にご注目。参ります。ほっ逆立ち、よし、その上本当に嬉しいです。ありがとうございます。偉いぞ、これですね。まだまだ、ほっ幅が広がれば広がるほど難しくなっていきます。自分の体重、手首と肩だけで支えていきます。跳躍からの倒立、完璧ですね。そして決定まで山登り、ここからでさらにもう一人、3秒しかできない技です。ご注目、3、2、1、はい、片手、2、3、よし、ありがとうございます。それではあと1回だけです。幅を伸ばします。もうせっかく来ていただいたんで、今できる一番のジャンプです。ぜひご覧ください。な、蔵之介、いけるか、任せてください。やる気十分ですよ、偉いぞ。この技とても大切な意味が込められてまして、実はお猿さん、神様の使いとして不思議な力を持つと言われております。そんなお猿が人々の願いを受け取って思いが届きますように、通じますように、叶いますようにと、そんな願い込めて作られたこの伝統芸でショーの締めくくりとさせていただきます。もうちょっとしろ、蔵之介、そう、あと一歩一度、そうだ。それでは一刻も早くコロナが去るように
皆さんの気持ちを一つにご覧ください。緊張の一瞬です。